はい。はい、はい、生きてますか。生きてますか。暑いね。いやーもう呼吸するのも大変ね。もうね、生きてるだけで疲れるよね。びっくりだね。本当に年々年々年々暑くなって、さっきもちょっとオーナーと話して、もうどんどん暑くなってる。なんかさ、あれじゃん、今年はやばいみたいな毎年言ってるじゃん。でもなんかそれってさ、ちょっと嘘っぽい話じゃない？なんかまあ煽ってんなって、ね、って思うんだけど、うん、でも実際そうよね。まあどんどん去年よりやばいよね、今年で。去年より、ま、うん、毎年毎年超えてくるじゃないですか。ね、やばいんです。その僕らがまだガキンチョだった頃って、だからさ、真夏日って言葉さ、30度超えたら真夏日だ、うんうんうん、25度超えたら夏日だ、うんうん、25度で普通の夏日、暑いねって言ってたような時代があったわけだよ、うんうんうん。エアコン25度にしたら下げすぎだみたいになるじゃないなんだこれ。でもさ、それこそ一時さ、昔あの環境大臣だった百合子、はい、小池百合子さんが、はいはい、なんか28度でエアコンの設定とかね、うんうん、多分ね、あれ私ね、高校生ぐらいだったと思うんですけど、なんか言ってたのが、うん、いや今28度にしたら死ぬけどなみたいな。すごいよね。もう今熱中症とかでさ、この時期はみんなね、海行っちゃ倒れ、公園行っちゃ倒れ、学校で倒れ、みんなバッタバッタ倒れてるけどさ。いやー本当に僕らが小学生の頃って、まあ、あったとこあったんでしょうけど、うん、僕クーラーなんかなかったりです。うちもなかったよ。窓全開にしてさ、うん、やってた、汗だくで。でまあ倒れるやつなんかいなかった、うん、当然だよね。今と全然違うもん。なんかさ、うん、それをさ履き違えたさ、もう、 もう今のさ、年いった人たち、ね、私たちの若い頃は言うでしょ、全然今と状況が違う。気温が違うからね、うん、みたいな。よくよく考えろと思うよ、ね、うん、本当もうこれだから、ね、あのダメよ、うん、皆さんのね、本当身を守るか、本当にね、行為してくださいね。ねえ、それになってってまだ全然、まだコロナもコロナでまだ収まってるわけじゃないからさ、まあ、とはいえやっぱりマスク外す人もだいぶ増えてきたからね。いやでもさ、もう、うん、無理よね、この暑さでマスクしてんの。この暑さでね、外歩くときにマスクしろって言われてもするけど、一応するけど、いや外したくなる気持ち、外さない方がむしろおかしいなぐらいのところはあるけどもね。いやなんかあのさ、それこそちょっとクールビズっぽいマスクとかね、はい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 、ああいうのをつけてるけど、うん、今ね、あるよね、暑いよ、暑い。そう、俺でも暑い。だからさ、単純になんかさ、ちょっと動くぐらいならいいんだけどさ、あの、やばい電車間に合わないとか言ってさ、はいはいはい、走ったりするじゃない、ね、もう無理よね。よく走れんなって思うよたまにね、スーツとか着て、うん、電車走り込んでる人とか見ると、ああ無理、そんなん絶対無理よ。私結構走り込むタイプ、うん、走り込むタイプなんだ。僕即座に諦めるタイプだ、ね、あ、ほんと、あー無理でした、ご縁がなかったですね。でも多分そういう人ってさ、もともと1本前の電車を設定してるでしょ。多少早めには行くよ。 ですよね、うん、てか逆に僕のアバウトなんだけどね、2、3本遅れても平気かなぐらいの感じでざっくり行くから、 あんまギリギリで行かない人。私絶対にもう最初にさ、あの調べて、うん、この電車に乗ろうって思うタイプ、うん、あーでもそれがギリギリなの、ギリギリなの、あーっもうギリギリにすると痛い目に絶対遭うってのは、まあまあそうですよ、そうですよ、ほんと正しいですよ。まあでも日本の電車、まあ、日本の電車事情って話しちゃってしょうがねえな。だってさ毎回これ前も言ったっけ、なんでさ、あの何分遅れとかが出てるんだろうって疑問に思ったことない？電車 JR 線とか乗ってるとさ、よくさ、なんかお客様対応、救護対応のためとかです。そう、昨日珍しくなんかあの運転手かな、従業員か忘れたけど、もう体調不良のため遅れますみたいなのあって、あ、そんなことあんだなって。でも止めよう止めようってなるよね。まあね、うん、まあ、でもそこら辺じゃ今一旦置いとくとして、その遅れが出てますってあるじゃん、うん、あれって不思議に思わない？私はもう思わないか。そうでさ、遅れてるっていうかさ、単純にさ、その1本か2本まるっと遅らせればさ、タイム通りになるじゃん。ああなるほどね、うん、なんで何分遅れとかでやるのかな、はい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 、ずらしたまんま頑張ってやるのかなって思うんだよ、ね。ま、もう諦めて 1,2 本そのままスパッと遅らせちゃえば止まるさ、うん、終点が違ったりするからじゃない、うん、あーそういうのは確かにあるのか。例えばさ、うん、1本前の電車が2分遅れてます、うん、次の電車も2分遅れてます、うん、じゃあもうこれが2分前の電車でええやんってなるかもしれないけど、うん、この1本前のそもそも遅れてた電車がどこにする？まあどこでもいいけど、うん、JR だったら津田のままでとかさ、まあ、そう、津田のままで行くやつよ、千葉までとか、まあね、これが千葉まで行くやつだとするじゃん、うん、2分前の電車が、う
千葉まで行くやつだけど、うん、その後は津田沼までしか行かないってなると、うん、まあ2分遅れで運行するしかないよね、まあ、どっちもね。いやでもさ JR に限ってみればよ、結構よく行くわけじゃん、いろいろ西船場までしか行かない、はいはい、津田沼までしか行かない、うん、千葉までしか行かないにしても、なんだろう、西船までしか行かないのがさほぼほとんどなわけじゃないじゃん、だいたい最終まで行くのがほとんどじゃないですか。そうですか。あんま途中までしか行かないのがたまにあるってこと、ね、うん、だったらよくない別にって思うんだよね。でも私この前言っちゃえば、うん、まあ、武蔵野線乗ってて、うん、まあ、結構ぐわーっとね、うん、自分の現場行くのに八王子まで行ってたんですけど、うんうん、武蔵野線ずっとわーってこうね南下していった時に、一本前のはね武蔵浦和止まりだったんですよ、はい、で武蔵浦和止まりじゃあ私は意味がないのよ。あー、そうなんだ。なんだけど私が乗ってたのはまあそのね、うん、あの府中本町まで行く、うん、まあだから要は私の降りたいところまで行けるやつだったんだけど、こっちが2分遅れになってるから、うん、こっちを武蔵浦和止まりしますってなったの、うん、私が乗ってたの。あ、はいはいはい、あ、そうすると目的地行けないのか。そう、だから次の電車に乗んなきゃいけないわけよ。はぁ、あ、はぁはぁ、え、なんで、え、なんでみたいな、どういうこと、どういうことみたいな。なるほどね。で多分ね、このだから要は私がもともと乗ってるやつの一本前が多分、うん、武蔵浦和止まりだったんだけど、そっちを府中本町止まりまでにして、遅れてた内田の方を武蔵浦和止まりに積みますよね。行けなくなっちゃう。そう、だから、あ、なるほどね。でもそういう事情があるから、そう、まるっと、うん、なんか多分なんかそうなんだと思うね。で多分ずらしちゃったらこういうのが出てくるわけよね。だ、日本のもう鉄道って複雑すぎるんだよね。てかさ、あの全部もう終点まで行こうダメなみたいな、ね、もう最初から最後までもう一本にしちゃえば、なんか途中で枝分かれしたりさ、そうなのよ。これどこどこ行きのに乗らなきゃいけないとかさ、だね、なんかあるじゃん。本当にもう中央線とかさ、なんかもう青梅止まりとかさあるでしょ。まずなんか青梅線トラップがあるじゃない青梅線、青梅線トラップっていうのがあるの中央線は。まあ中央線って基本ね、うん、高尾とかまあ山梨の方まで行くんだけど、うんうん、立川で分岐して青梅線に行くんですよ、うん、で青梅線トラップがまずあるんだけど、プラスあの豊田止まりっていう、はいはい、あの八王子の一個手前の駅で止まる電車っていうのがあるんですよ、はいはいはい、あの途中で止まるのはどういう事情なんだろうね。なんか意味はあるんだと思うんだけど、ね、ある、まあ、だから車庫があるんですよね、うん、あるなのか、うん、なんだろうけど終電はわかるよ、うん、終電とか始発でさ、うん、もうちょっとここまでね、うん、これはね、わかるよ、わかるわかる、はいはい、今そうなんだよ、あの途中途中にある中途半端に終わるやつは何なんだろうね。ね、あと一息頑張ってもらってもいいかなみたいな、うん、あれはなんか分散させたいのかな。何なんすかね、そこまででいい人はそっちなるべく乗ってねみたいな感じなのかな、うん、だからそれこそあのね、その武蔵浦までしか行けなかった事件の時に、うんうん、私西国分寺で朝鮮に乗り換えてるんですけど、うんうん、でも西国分寺で次の列車で行くわけですよ、はい、もう私が乗ってるのは武蔵浦和までしか行かないって言うんだから、はい、次の待つしかないですよ、はい、で次ので行ったら今度青梅止まり青梅止まり立川止まりみたいな、あ、すいません30分ぐらい遅れますみたいな。そういうことがあるからちょっと早めに行かなあかんねんね。なんでしょうね、うん、でもねそれでも私20分前に着くような計算で行ってたのよその時。それでもなおかつそうなってしまったっていう。20分程度じゃダメってことですね、やっぱ1時間前ってなるとさ、まあもう理想はね、どうしたらいいってなるよ。1時間前ぐらいに着いて近くのカフェ入っとけっていう感じなんだろうけどね、うん、そこまでやってらんないだろうとは思うんだけど、ね、でもそれこそさ、なんか本気でこのオーディション取りに行くぞとか、うん、まあそうね、大学の試験でこれ落としたら私卒業できないぞみたいなのとか1時間前にいましたよ確かに。あ、うん、まあ、覚悟が違いますね。やっぱりそのぐらいの覚悟を持って生きていけと。でも毎日の現場にそんなこと思えますか。あの生きてる世界が戦場だと思う。本当にもう一瞬の気の緩みが命取りになるんだよ。ここは戦国、うん、あれは参りましたね。いや参るんだよ、日本きっちりしすぎなんだろうけどね、世界から見てね。ねえ、こんなにきっちりせんでもって、なんでこんな話してんだか忘れてる。あ、それよりも電車の電車の話、なんで電車の話したんですか。なんで電車の話したところで、あなたも珍しい服着てるよね、はい、そうそう、白いのね、うん、さっきちらっと話したけど、ねうんうん、白いの着てる時こそ、うん、
汚す話ね。そうそうそう、うん、なんでだから普段黒いの着てんのって話、ね、汚さないから汚さないためでしょ。で白いの着てた時に汚したって話でしょ。汚すのよ、うん、今日はさ番組だけだから、うんうん、たかだか 2,3 時間のもんじゃないですか、うんうん、だから白い、そうだから、うん、これ今日着るべきかなって着るだからこれ去年の夏のセールで買ったのよ。あ、そうなんだ。夏のセールで買って、いや可愛いなと思って、うん、安くなってるし買おうと思って、うん、もう白あんま着ないけど、うん、まあ、夏だし、うん、白いのも可愛いなと思って買って、はい、まあ、でもその時にもう9月も半ばぐらいですよ、ね、夏の本当の最後の最後のセールで買ったから、あで、まあ、来年着ればいいやと思ってたんだけど、で今日はなんか一日現場だからやっぱ汚すかもなとかさ今日ちょっと飲み行くからこれ多分ダメだろうなとかさ、あ飲みに行くのはちょっと向いてない、うん、で考えつつ、うん、ずっとこれを置いてた、うん、ああで今日こそ、あ今日は今日もちょっと喋りくるに行くためだから、喋るだけだから大丈夫かなと思って、うん、これでなんかこぼしたらもう大爆笑だよね。 でもねでもそれをやるのよ私って女はきっとぜひ、ね、それをやるのが私クオリティなんでね、うん、やってほしいな、はい、この1時間の間にこの1こぼすかどうか、お手元に水とビールがありますけど、水とビール、まあ、水はね、水はそんな大したダメージじゃないから、いい、ね、うん、まあビールをうっかりこぼしてほしいですね。まあね、まあ、でも言うてビールだからね、コーヒーとかではないからねコーヒーもね、で今日あの家出る前にちょっとカップ麺食べようかなその格好で、まあ、脱いだもん、あ脱いだ一回脱いだよ、一回着て、あ、だからカップ麺は無理みたいな、うん、カップ麺はやめた方がいいよね、本当に、ね、本当に、ね、うん、あの麺類はちょっと白い服着てやっちゃいけない、うん、でもさ麺類をさ、うん、飛ばさないで食べる人っているじゃない、いるね、飛ばす人、おくどうだろうな、あんま飛ばしてない気はするけど普通なんじゃない、一般的派、一般的なんじゃないですか、あんなズビ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 飛ばさなくてはいけないみたいな使命を持って食ってるような人いる飛ばせなくてはいけないっていう使命は持ってないんだけどね、まあ、すっごい慎重に食う人とかいるけどね、確かにね、めっちゃ慎重に食べる、疲れそうだなみたいなのもあるけど、ね、まあ、私は飛ばす派なんですけど、飛ばすんだ、もう飛ばさなくてはいけない、いや飛ばしたくないよ、飛ばしたくないけど飛ぶ、飛ぶんじゃうね、不器用な人、うん、不器用なんだと思う、でも本当にさ、もう一滴も誰にも迷惑をかけずに食べる人っているじゃん、まあいる、それ普通、普通でもないかなそれは普通なんですか、わかんない、どうだろう、すごいなって思うんだよね、だって麺だからラーメンだとするじゃない、飛ぶってことはよっぽどの勢いだから吸い込むってことじゃないですか、でまずさなんか持ち上げるときにさ、うん、ビャンってなるじゃん、そんなビャンって取るはってやる、いや恐る恐るやってもさ、うん、最終的にビャンってなるよ、でもさなんかさいろいろ絡まってるじゃん、具とかが、そう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 、具とかが絡まってからビャンってやったらさビャンってなるじゃん、そうなのよ、うん、そうそうなのよ、だからそうならないようにこううまいこと取ってさやらない、あれお前もしや綺麗に食べれる派だな、うん、もしかして綺麗に食べてる人なのかなあんまり全然自覚もなく靴だけど、エプロンとかさしない、そう僕エプロンしないんですよね、でも汚れない、汚れる時はある、うんうん、時はあるけど基本しない、基本汚れないと思う、はい、あれってやっぱ何、基本汚れる、もう汚れないなんてありえないぐらいの感覚でみんなつけるの、私は、あそうなんだ、エプロンをくれるところはもう必ずもらう、うん、そうなんだね、なんか俺今までの感覚が、まあ、汚れる可能性はあるにはあるから、うん、まあ、念のためその保険としてつけとこうかなっていう感覚なのかと思ってたんだけど、はいはい、あれつける人っていうのはそうだよね、汚れるよね、ありがとうってなるの、私はねあそうなんだ、わかんない、皆さんかどうか知らないけどね、ああ私はね、うん、昨日おととい、あ全然おとといでもないや、先週のね、はい、土曜日、うん、私結婚式行ってきたんですよ、おうおう、今年2回目のすごいね、なんか急に、うん、急に短期スパンで結婚式来てるじゃない、そうなんだよ、めったに聞きかない、ね、今年に限って2回あそう、あおめでたいですか、おめでたいですね、で行ってきてさ、うん、で披露宴とかでさ、うん、こうテーブルのところにその、あの何テーブルクロスじゃねえ、その膝にかけるような白い置いてあるんだよね、やっぱね、でみんなこう手に置くじゃん、俺一人だけいらないかなって感じで置いちゃう人なんだよね、でもあれは、うん、あれはマナーとしてやっぱマナーとしてやらねばならぬやつでございます、なんか邪魔なのよここにそれがあると、いやわかるわかる、身動き取れないじゃんその瞬間に、わかるわかる、足取られたってなるじゃないですか、しかも私なんかもう基本的にさ披露宴とか酔っ払っ
ってるからさここに置いたの忘れて立ち上がって戻ってきて、あれどこだろうみたいな落ちてるみたいななるほどね感じですけどね。酔っ払ってそうだよね、うん、あなたね、ダメですよね。いや、いいんじゃないですか。まあ、ああいうところでやっぱりなんか、まあ、まあなんだろう、迷惑かけちゃいけないけど、やっぱ賑やかになってる方がいいと思うよ。まあまあまあ、ね、うん、どう飲んだのこの前。結構飲んだ。あ、ほんと珍しい。なんかね、珍しく、いやバカだなと思ったんだよ、本当にね。カッパカッパ飲んでもいいじゃないですか。同じ席に来た人が酒飲めないっつって、うん、で断りゃいいのにシャンパン注がれちゃって最初のやつ飲めない、あ、じゃあもらうわっつって、シャンパン2杯から始まり、ほう、うん、で、なんだっけ、レモンサワー1杯もらって、うんうんうん、で、その後定番の、まあ、ウイスキー行くわけですけど、うん、カッパカッパと3杯も飲んでさ、うん、あ、ウイスキーとか飲めるの？ウイスキー飲んでしまう人なんだよね。特別そんな好きってわけでもないんですよ。でもなんかあったら飲んじゃう感じ、ね、一番いい逆にビールとかワインとか。僕ビールほんとダメ、ビールワインが全然ダメなんですよ。日本酒は？日本酒だったらまだ多少は、日本酒って僕の中で結構当たり外れがあって、まあまあ、うん、まあね、多分ね、あなただけじゃなくてみんなそうよ。あ、そうなんだ、日本酒は、うん、だから日本酒ガバガバいける人すごいなって、ね、まあでもワインもそうって言うよね。あ、そうなの。私もあんまりワインは分からん、なんか苦手というよりか分からんのだけど、うん、その最初のシャンパンぐらいだったらまだいいんだけど、うん、もう普通のワインとかだ ね、うん、もう一度も僕は当たりだなと思ったことがないんですよ、白も赤も。で、本当にもしかしたら美味しいっていうのを飲んだらね、うん、いや、ワインいいじゃんってなるのかもしれないけど、今のところね、そう思ったことはない、うん、ビールもほぼそうかな。まあ、ビールはね、まあ、稀に昔なんかね連れてってもらったなんかドイツ料理屋、はい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 、黒ビールはうまかったなっていうのは覚えてんだけど、普通のビール僕ダメなんですよ。私の知り合いとかね、やっぱね、日本のいわゆるアサヒスーパードライとかキリンの一番搾りとか飲めないけども、ベルギービールは飲めるっていう。違うのかね、うん、友達いましたね、うん、そう、だから僕はそこら辺ダメなので、だいたいなんかちょっと軽めに飲んだら、あとはもうだいたいウイスキーチビチビ飲んでる人はね。あ、でもいいじゃない、うん、ウイスキーが一番。どうなんだろうね、だってなんかビールはさ、プリン体もあるしさ、糖質も高いじゃない、うん、まあでも言うてアルコールなんてみんな似たようなもんなんじゃないですか。でもやっぱだから、うん、痩せるためにやっぱウイスキー痩せないんだよね、本当に、ね、でも痩せるためにはとか言って、痩せるために思うのは飲むなって話なんだけど、まあ、そうなんだけど、うん、あのさ、ちょうどだから1年前ですよ、私、はあ、あの声優仲間の榎本くんと山に行って、はいはい、行ってたね、高尾さんね、高尾さんだ、そう、うん、で、榎本くんすごい、まあ、いい体に仕上がって、僕も筋トレ頑張ろうと思って、うんうん、そこから毎日筋トレやりますっつってさ、うんうん、ってあ、それで始めたんだっけ、あれ、それで始めた、うんうん、まあ、その前からちらっとやってはいたけど、ちょっと本格的にやりますと言って、うんうん、ツイッターでね、うん、ツイッターで毎日毎日やる、どんだけやったみたいなやって、で100日飽きて、はい、でそこから先もやってはいたですよ、続けて、うん、で、1年経ったわけですよ、大して変わんねえよなっていうね、悔しいよね。いやね、なんかあの痩せなくなるよね、やっぱ年取る。痩せなくなりますね、本当痩せなくなりますね。なんか私、先月丸1ヶ月結構頑張ったんですよ。まあまああのツーマンね、あの月末にやらせてもらったんですけど、まあ、久々にね、うん、あのライブのね写真を撮ってくださる方がね来たので、痩せようと思って結構頑張った1ヶ月。おやって、まあ、体重だけ気にしてもねしょうがないけど、まあそうだね、まあ、だから実際なんか多分その落とした体重があの去年の同じ体重だった時よりは全然細いかったの、なんか自分でも履いてるパンツとかさ、うん、細かったんだけど、こんだけやって昔だったらもう5キロぐらい痩せたのが、そうだよ、ね、みたいな10代の頃の痩せ方ってパネーなって思うよ、ね、待って、ちょっと動いたら痩せるじゃん、うん、だってなんかさ、私10代の頃、多分ね、10代一番体重的にはあったのよ。あ、そうなんだ。パンパンだったんだけど、でもなんか衣装とかでさ、うん、まあね、ゴンゴン踊ってた時代だったから腹出さなきゃいけないとか、はい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 、まあ、いろいろ足出さなきゃいけないとかあったんだけど、はいはいはい、でそれで本番前にさ、でも3週間ぐらいよ、本当に3週間ぐらい頑張れば、まあなんとか出せるぐらいには持っていけてたのよ。無理よね今無理よね、無理よ、うん、まあまあ、基礎代謝ってこんな落ちんだなみたいな、ほんとにね、あとね、むくむ、
むくみ、そうですか、はい、ほぼむくみよ。あ、そうそれ酒のせいじゃない。そうよ、わかってるわよそんなこと。だからあのもう本当にダイエット死ぬ気で頑張ってる友達とか、あのまあいわゆるボディメイク的なね、はいはいはい、子たちとかはもうなんか大会前とか本番前に塩抜き、塩塩分を抜く。はあ、あーなんか塩、うん、水分じゃなくて塩分なの、うん、でむくんじゃうから、うん、でも本当になんか3日間ぐらいね、うん、いわゆるもう本当にあれよ、なんか食べ物に入ってるちょっとした塩とかも全部抜くわけよ。へー、調味料なしみたいな感じよ、まあ、常にだから味噌とかもダメよね、塩分入ってるから、はいはい、の全部抜いて、うん、でも3キロぐらい落ちるんだって。まあ落ちるかもしれない。だから常に人間って3キロぐらいむくんでるみたいな。あ、なるほど、うん。いやでもさ、あの人たち不健康だよね、ある意味ね、すごくね、そのまあそのなんていうか、まあ目指すところがあって、そのためにやらざるを得ないところはあるんだけど、ボディービルとかフィジークの人とか見てるとすごい体だなと思う反面、終わった後ドカ食いとかするじゃん、やっぱり。それは耐えられないよねって思う。あれを毎回毎回やってたらもうメンタルやられるで、ほんま。てかあの体に良くなさそうだなと思っちゃうけどね。ああ、もう体が増えては減って増えては減ってを、まあね、繰り返して長生きはできまいって思うよね。分からんけどね。まあでも夏場はね、やっぱ筋トレやってて楽しい時期ではあるんだよね。もう全然今つらい。あ、そう。もう冬よりやっぱ夏の方が全然動きやすい。暑くて死んでる。暑いから逆に楽じゃない？あれね、だからあの体のさ、その筋肉とかさ、うん、固まんないからさ、あ、動きやすいから夏の方が本来はなんか何も故障がなくできるんだって。あー、なるほどね。ただやっぱ冬はそのやっぱ固まっちゃうから、うん、もうウォーミングアップに時間をかけないと効率的なそのトレーニングはできない。夏になってくると大体僕朝走り始めるんですけど、うん、冬は本当走れないんですよ。寒いからね。冬し寒いしで、うん、やだよね。全然走れないもんね。だからさ、夏はその朝に走る醍醐味があるじゃん。涼しいじゃん、一番 朝が、うん、朝が一番涼しいし、ちょっとなんか日がさ、うん、こう昇ってくるのを ね見るのもちょっと楽しいけど、うんうん、冬はさ、暗いし、寒いし、なんかもう、修行してるみたいな。なんかね、本当に終わり頃になって日の出が、ね、見えてきたなみたいな感じになってくるから、ね、走れないんですよ。冬こそ走ろうと思うんだけどね、うん、私、あのコロナ禍もう1年目とか結構4時ぐらいに走ってたのよ。おーおー、頑張るね。怖くて、うん、あのああ人に会うのが。なるほどね、うんうん、だからなるべく人がいない時間で4時とか4時半とかを走ってたんだけど、夏場はさ起きれるのよ。そうだよね、うん、なんだけど冬場はもう、うん、暗いもんね。もう無理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 。体がよく分かってるね。暗いから今夜です、寝る時間ですなるよ、ね、ダメですね、うん、やっぱ明るいと人間自然に起きられるもんだよね。うん、うん、まあ、ちょっと頑張ろうかなみたいになるじゃない、うん、ねえ。私結構ね、夏場は早起きできるのよ、うんうんうん、これが冬場になるとさ、できないよね。できないよね。いやだって夜だもん、うん、だその時間にやっぱ合わせるべきだと俺は思う、うん、思うよね、うん、サマータイムとウィンタータイムを導入すべきだ、うんうん、作ってほしいよね。なあ、うん、おかしいよな。あともうこんだけ暑いんだから、もう夏場は何もしなくていい法律を作ってほしい家から出るなと、危ないといやでも本当今はね、うっかり出たりすると危なかったりする。危ないよね。だからもう気をつけなきゃいけない、ね、今ジョギングなんて危ないんじゃない。どうかな。マジこの前なんだっけな、現場の休憩中に外出て3時ぐらいだったかな、昼のね3時ぐらいに外出たら、まあ都会だったんですけど、もうなんか明らかに走ってきた人が顔を真っ赤にしながらこんなんフラフラで歩いてたの。はい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 、熱中症じゃない、だから大丈夫っつって水分はちゃんとね取らなきゃいけない。でもなんか僕多分熱中症にはしょっちゅうかかってる人なのね、多分ね。脱水症状つった方がいいのかな、間違ってると。あるし慣れてるところもあって、まあ、慣れてるからこそ逆に危ないっていうのもあるんだけど、倒れるか倒れないかぐらいの判断はできるんですよ、まだ倒れる前にあのやめた方がいい、ね、だから倒れる、あ、これ以上やったらまずいなってとこまで行けば、うん、自分で大体わかるから、うん、そこ倒れたことは一回もないんでね。あ、やべえ、すっげえしびれてきたみたいなのがあるんだけど、よく危ないじゃん。そう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 、あ、これは、あ、これが脱水症状だみたいな、やばい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 って自覚はあるから、それ以上やったらまずいなーってとこは止めるんだけど、あ、昔あのほら
あの私レストランで厨房でやってたから、うんうん、もう脱水症状にならない日がなかったのよ。そ う,、ね、うん、そうそうそう、だからある種分かってるんだけど、だから今の人ってやっぱこの暑さ以上にやっぱ慣れてないんだろうね、この暑い中活動するっていうのが。急に暑くなってくるし、でもそれこそなんか去年あの知り合いがラーメン屋さんでバイトをしてて、暑そうだね、そう熱中症に3回なってやめてましたね、もう無理だって。だからそれで無理って人はもう厨房絶対やめた方がいい。無理だよね、今の厨房はもう激戦区よ。激戦区何だよ、ね、地獄よね、地獄だよね。あとあのもうさ、家でさよくさ、そうめんでいいよとか言うじゃない、父親とか。はは、はい、なんか言う、わかります、うん、そうめんでいいよってなんだよ、でってって思うんだよ、ね、熱いから茹でんのみたいな、わかってるみたいな、大変だからそれ私みたいな、茹でるだけでいいっていう発想なんだろうね、なんだろうね、うん、知らないわけじゃない、立ったことなんてないんだからさ、うん、はい、あいつらだからあの、そうめんにかける、またちょっと話がずれていくけど、うん、そうめんにかけるだからださ、食べ物に対してでいいよは言っちゃいけないよね。うん、私本当に嫌い。どんなものだとしても、おにぎり一つだとしても、ね、味噌汁一杯だとしても、水一杯だとしてもさ、うん、水でいいよって言っちゃいけないね。パスタでいいよとか言っちゃいけないね。あめ、どんだけ手間かかると思っちゃってこのやろみたいな。ね、うん、作る人にもそうだし、やっぱ食に対する敬意ってものは、うん。そうなのよ。ね、うん、でいいよは言っちゃいけません。今日の教訓。腹立つわ。でいいよはダメです。さ食べなんかさ、例えばさ友達とさ食べ、うん、どこ食べに行くみたいな話した時もさ、私これがいいなみたいなこと言うじゃない、はいはい、まあうどんがいいなとかって言うとさ、はいはい、ああじゃあうどんでいいよみたいな、だからでってなんなんだよみたいな。だからそう、確かにだから言い方って思うよね、ね、本人は別にだから悪気はないんだろうけど、あ君がうどんがいいんだったらそれでいいよっていう意味なんだろうけど、でももうさ、なんとかでいいよとか、あといるじゃん、うん、まあうどんでもいいよみたいな人。うどんでもいい。じゃあお前が本当にいいものは何なんだよみたいな、そういうやつに限って言わないでしょ。あ、そう、あでも分かる気がする、うん、今めっちゃ柳原かな子にかな子さんに見えた、うん、まあいいや、うん、でもそうじゃ、そうだからなんとかでいいよ絶対ダメだよ、ダメ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 、だいたいそのなんとかでいいよっつってあとあとなんか文句言ったりするとかね、そうなんだよ、うん、でいいよって言ったじゃん、ね、言ったじゃんみたいなね、うん、あかんよ ね、主張はちゃんとしてくれと。でこの前さ、うちの父親がさ、そうめんでいいよって言うからさと思いながら、うん、まあ、そうめん茹でるじゃん、うん、はいっつって出すじゃん、うん、え、そうめんだけ、いや、そうめんだけってお前そうめんでいいよって言っただろうがよみたいな。次、そうめんでいいよって言われたらもうあの茹でる前の状態渡せばいいんじゃない、はいっつって茹でなって、うん、そのまま食べてるんだけどね、うちの父親なんか、うん、そうめんさ、もうめっちゃ大好きなんですよ私、もう夏場はそうめんだけ食っていきたい人なんですけど、 あれ結構カロリーあるのね、あ、そう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 、糖質だったかな、高いのよね、高いんだよね、だからあれ痩せるように見て意外と太る食材らしいんだよね、あれ一束とかじゃお腹いっぱいになんないじゃん、うん、なんないね、なんないけどさ、うん、あれ一束でご飯一杯分以上あるんだよね、あるんだっけかね、うん、だから意外とあれエネルギーがあるのよね、それにさ、なんかよくあの、うん、そうめんのお供というと天ぷらとかさ、だつけちゃうよね、うん、そんなのつけても大変ですよ、大変なことになる、うん、だからあれ意外とまあ悪魔が潜んでるんだよね、あーでもすっげーうまいんだけどさ、うん、まあ美味しいよね、ねえ、塩原あれだけすすっていたい人、うん、あ、私そばとかの方が好きかな、そばか、夏場は、うん、一回通ってみたいな日本国民にね、麺類何が好き選手権、何が一番好き、何っつったらでもやっぱり僕はラーメンになるんだろうなと思うんだけど、でもラーメンもさ、いろんな種類が今あるじゃない、はいはいはい、全部一括りでラーメンというにはもはやさ、うん、ちょっともうラーメンに失礼じゃない、まあね、だからせめて塩とかさ、味噌とかさ、ね、分けた上 で、うん、でうどんとかも、うん、そうめんとかと競うべきじゃないかと思うわけですよ、はい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 、じゃあちょっとベスト3、麺類ベスト3、麺類ベスト3、悩ましいね、でも多分ね僕一番塩ラーメン、お塩ラーメン、豚骨ラーメンときて次にそうめんときそうな気がするね、あ、ほんと塩ラーメン、豚骨ラーメン、そうめん、そうめんだね、あ、そう多分ね、いやもういろんな美味しいのあるよ、いっぱいあるけど、あえてそういうなんかジャンル分けしたときはそうなりそうな気がする、ミカシはどうよ、私ね、そば、そば、ほんとにそば、それはあのどっち、ザル、それともあの、あ、まあザルか盛りがいいですね、冷たいおそばが好き、うん、だそばもさ、そうだから冷たいのとあったかいのもまたあるじゃん、ザルか盛り、うん、あったかいのも好きだけど、やっぱね、
本当にそばが美味しいかどうか分からないってやっぱザルか森だと思って。はあはあ、じゃあザルそば、うん、ザルそば、二郎系ラーメン。え、二郎系ラーメン。二郎系、ああはいはい、家系ラーメンかな。がっつりいくね。2位と3位がすごいがっつりいくね。でもそばが一番なんだ。でもそばが一番ですね、私は。そういえばさ、またごめんちょ、あのさ、あの十字路、あ、ね、あそこにさ、二郎系の、ね、じゃ家系だ、ラーメンあったのさ、なくなってんやん。なくなってんすよ。だってあそこ人入ってなかったもん、うん、あんま。あ、そう。なんか、なんだ、台湾かなんかのさ、台湾じゃねえな、どこだ、なんか、あ、シャンマー確かとかみたいな。韓国料理かなんかかな、台湾料理かな、なんかお店になってん、びっくりした。あれ、先月あったよね、家系、なかったっけ、わかんない、なくなってんすよ、びっくりした。あれはなくならないもんだと思ってた、勝手に。いや、そうそう、先週ってかさ、週末来たんすよ、ババ、はいはい、このちょっと、うん、ちょっと先に、うん、あの現場があって、うん、行ったんすけど、あそこのなんかさ、ラーメン屋、うん、この通りの、うん、十字路、明治通りにぶつかる前の、うん、ところのさ、ラーメン屋みたいなのあったじゃない、うん、カレー売ってたよね、カレー。いや、なんか一緒なのか、うん、カレー、一緒の店舗がカレーを売ってるのか、うん、カレー屋になってしまったのかわからないけど、変わったのかな。まあ、でも入れ替わり激しいよね、ここね。そう、でもさ、僕少なくともあそこのさ、あそこのあそこのって、ね、あ、でもあそこは長かったよね、家系は。僕がここに来るようになってからずっとあった、ずっとあったと思うよ。だから10年ぐらいはあったと思う。なくならないもんだと思ってた。ましてや、だって早稲田も近くにあるわけじゃん、学生がいっぱい通るわけじゃないですか。でも言うてさ、早稲田の子たちはさ、もうこの、もうあっちの明治通りの奥行っちゃうの、早稲田通りの奥の方でさ、うん、いっぱい安いさ、あー、にっちゃうのかね、悪くじゃない、そうなんかなと思うけどね。 あんだけ学生いたらまずなくならないだろうとか思ってたんだけど、だ逆にデッドスポットなのかも、多分ここら辺ってバス乗っちゃうじゃん。あー、そんなもん、早稲田の子たちも、まあ歩く子もいるだろうけど、あー、わからんけど、早稲田生じゃないから、移り変わりってね、あんもんなんだよね。今何のラーメンが一番入ってるのね、なんだろうね、わかんない。ラーメンだったら何ラーメンが一番好き？だから二郎系。あ、二郎、あ、そうそうそう、二郎系っつったもんね。そうだよね、二郎系、家系、あの豚骨、味噌。もうひたすら重いのがっつりいくね。あ、でもあれ、あれも好きよ、燕三条とか。燕三条ってなんだ、あの背脂ちゃっちゃ系。あ、背脂、背脂だから、そうです、あれだな、家系、あ、違う違う違う、二郎系、家系、背脂ちゃっちゃ系、豚骨、味噌。ひたすら油もんだね、うん、うん、まあいいんじゃないですか。ああ、うん、いいよね、だからそこは割り切ってる女子いいよね、うん、なかなかいねえと思う。塩ラーメンとか、うん、10年に1回ぐらいですよ。あ、そう、塩ラーメン美味しいんだけど なかなかないよね。ないよね、うん、そう、ないのもあると思う。そう、わかる、塩ラーメンの店探すの大変やね。あと、なんか一番難しい、うん、当たり外れが激しい気がしちゃう。なのかな、なんか好きとか言いながらさ、こんなこと言ったらもうディスってるけど、二郎系とかさ、家系とかでも一緒じゃん。大体どこの店も、あ、まあそうかもしれない、外れないじゃん。あ、まあそうかもね、その分当たりも少ないなと思うけどね、うん、うん、ここめっちゃうまいみたいなのもないけど、まあそれが売りなんだろうね、うん、と思うけど、外れませんよっていう。そう、なんか中華そばとかさ、うん、塩ラーメンとかって結構当たり外れ激しくない？うん、そうかもね、うん、今んとこでもラーメンで外れたって思う。塩だよ、なんかだから僕こだわってるように見えてこだわってないんですよ。塩ラーメンだったら大体何でもいいやみたいな感じの人だよ。前外れた、外れたって言い方失礼だけど、パクチーじゃねえな、なんだっけ、四川ラーメンかな、系の、はいはいはい、なんかねちょっとやっぱね薬味が強いラーメン、香草系かのお店が当たったことがあって、それはねちょっとダメだった。高層系はパクチーとかは、パクチーも好んではいかないね。あ、そうなんね、うん、なるほどね。出されて、いやこれは無理ですってことはないけども、うん、じゃああんまりエスニック料理とかも好き好んではいかない、ね、うん、なるほどね。だからね、私の統計データ的に男性の方がパクチーとか高層系苦手って思ってる、まあ、気はするよね。女性は逆になんであんなパクチー好きなんだろうと確かに思うわ。パクチー美味しいっすよね。美味しいって思うんだ。美味しいね。ちっちゃい頃から春菊好き。ああ、春菊美味しい。
そうですか。鍋に春菊ないと思う。まあ、単純に美味しいんだ。健康にいいとかさ、美容にいいとかじゃなくて。じゃないじゃないじゃない。美味しくて好き。でも私割となんだろう、あの香りが強いもの好きかもね。あ、春菊とかもそうだし、パクチーとかもそうだし。うん、あれ？ごめん。どうした？お久しぶりです。あのちょっと、え、十何年？え、十何年ぶり？今ね、ゲストでお店入ってきてくださった。ごめんなさいね。多分次の番組の多分ゲストの方なんですけど、ちょっとすいません、十何年ぶりに今ちょっとお会いしまして、あの、あ、そうなんだ。まさか、うん、そんな、なんか、え、え立っちゃうけど。なんか、え、えって思う。そんな、ちょっと、ちょっとゆうちゃんに似てるなって思ったけど、まさかゆうちゃんが現れることなんて、そうないだろうと思って。10年前何で一緒だったの？あのね、あのだからもう錦糸町リバースの前身の秋葉原パゴダっていうところで働いてたんですよ、ゆいちゃん。働いてたの、はい、あ、でももうしょっちゅう朝まで飲んで、朝まで一緒に飲んでた中、本当にもうクソガキだった頃に私がね、うん、なんで会わなく、あそこをやめちゃったの？あそこやめたから会わなくなった。あそうなんだ。そうなんだ。そう、あら、そうなんですよ。でも置いてかれちゃった。あだだだだだ、もうびっくり。じゃあもう言いたいことは山ほどあるんじゃない？今2023年で一番びっくりしてますよ、ね。それは嘘かもしれないけど、失礼、そうやって適当なことしか言わない。いやいやいや、でもせっかくだらじゃ来てもらう。いやいやいや、次の番組の、そう、次の番組のね、ゲストさんなんで、ぜひともね、次の今ね、ここで喋りきっちゃうとね、そうだね、うん、次のね、番組さんに怒られちゃうんでね、いや、何の話でしょうね。春菊だね、春菊だね。ニラとかどうなの？大好き。あ、大好き。めっちゃ大好き。ニンニクとかもいける？大好き。あー、そうなんだね、うん、ニラね、ニラの味噌汁とか、あ、うちでよくやるんだけど、ニラの味噌汁、うん、ニラと卵溶いて、あ、確かに美味しそうだ、やるんだけど、でもすごいね、うちの母親はニラが嫌いらしくて、もう今わかんねえだろうと思ってやるんだけど、残すんだよね、やっぱわかんないこと。そうなんだね。もうそれはもうだから単純に匂いとか味が嫌いなんだ、なんだろうなと思いますけど、でもやっぱ親子で違うもんだね。あ、でもね、私ね、本当に父親とか母親にどっちにも言われるけど、なんでお前だけ辛いものが好きなのか全然わかんない。へー、どっちもダメなの。ダメなんだ、うん、なんだけど私めちゃくちゃ辛いもの好きだから、 それを本当に謎って言われる。なんかどっちかには似そうな気もするけどね、うん、あ、似てる？あ、似てないかもしれん。どうだろう、あんまり意識したことがなかったな。でも確かに昔よく母親に出されたのが、うん、なんか僕が好きだと思って出したものが大体嫌いなもので、なんか嫌いというか、まああんま好きじゃないもので、好きだと思ってたって大体それがなんか父親が好きだったものだったりしたのかなっていう感じのはあったような気がする。あるよね、うん、だからそういう意味では確かに俺親にどっちも似てないのかも。なんかあの今日ね、読んでた小説で、うん、その母親が父親のためを思って用意するんだけど、まあ、父親は不倫をしてるから帰ってこないんで、うん、晩ご飯でも、なんとかちゃんこれ好きでしょって出されるのよ、うんうん、その主人公が。あ、はいはいはい、でも私はこんなもの何も好きじゃないけど、パパが帰ってこないのも分かった上でママが喜ぶだろうからありがとうって言って食べるみたいな。切ねえ小説だな。切ねえな。それどうなの最後、パパ死ぬの？パパ死なない。死なないの、うん、なんで死なないの？なんで死なない？なんで殺したいの？パパ死ねばいい。死ねばいいじゃん。ね、だからすごかったですよ、その小説。あれね、ママのお兄ちゃんだか弟だかの子供と不倫してんのよ。あ、そう。だから ママ方の、うん、ママ方の親戚なのよね、その人は。はあ、で、その人はパパと不倫してるの、はい、はいはいはい。で、なんか最初はその子も気づいてないような感じで進むんだけど、はい、最終的に本当はあの時から分かってたみたいな話になって、はい、刺すの？刺さない。切るの？誰も刺さない。なんで？でもなんかその女の不倫相手の方がお部屋も片付けしてくれるし、いい人だから、そういう風にママになってほしいって言って終わる。だからなんかママが
その人になればいいのにとかでもないし、パパが憎いとかでもないし、ママが憎いとかでもなくて、ママがこの人みたいにお部屋の片付けもちゃんとしてくれて、ただパパも帰ってきて幸せなのになっていう感じで終わる。へえ、主人公じゃ結構若い。うん、中3なんだけど。なるほどね。でもその終わり方一番きついなって。あんたけハーブ使ってごめんなさい。なんか誰かに憎しみをぶつけてねくれた方が楽じゃない、まあね、読み手としては。そうだね、そういう終わり方しないんだ、うん、そう、そこで終わる。その先が気になっちゃうね、うん、ねっていう話なんだけどね。面白いもの読んだね。そうね、なんかね、昨日からね割とね思春期のね子たちの本を読んでて。へ、私昔ダメだったのよ、中高生が主人公のものって。なんか自分のその時代を思い出して辛くなっちゃうっていうかさ。そうですか。ない？そう、これ聞こうと思ってたね、うん、今日。何を？あ、だから若い中学生、うん、高校生の主人公のもの、うん、まあ映画でもアニメでも、うん、まあ、アニメになっちゃうとちょっとね地球救う話とかになるからまたちょっと世界線違うかなって、まあ、絵があるからね、うん、またアニメが違うんだけど、うん、まあ文章だけだとイメージするものがやっぱ自分に近くなったりするのかな。でも僕は若い主人公を見て読んで自分を投影はしないかな、はあ、すいません、もう一杯もらってもいいですか。あの、ぜひコーヒー入れていただけると嬉しいな。コボさんからな、コボさんからな、なんかなるべく色の強いものワインとか。ワインとかね、ワインとか落とすの大変よ。この間さ、うん、あの断末って知ってるかな。ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかってラノベなんです。まあ、オーナーとか知ってると思う。もう今全然断密しか出てこない。断密？断密？全然違う。あのっていうラノベがあって、はいはい、でそれね、2年ぐらい、1年か2年ぐらい本編が更新されなかったの、小説なんだけど、うん、全然出ないなと思ってたら、うんうん、でもその間ゲームでやってたシナリオを書籍化してたらしいのよ。ほう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 。だから全然出なかったらしくて、僕その存在を知らなくって、うん、つい最近知ったのその話を、うん、でそれが本編が始まるよりも前の話を書いた3冊の3部作になってるね。ゼロみたいなやつ。まあそんな感じだ。、うん、主人公出てこないやつなんだけど、うんうん、それ読んでてさ、ボロ泣きしててね。もうひたすら。そうですか、そうですか。クソ泣いてだよ、うん、どん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 年取るごとに涙腺が緩くなっていく、ね、まあ、それはあるよね。もうどん昔こんなに泣かなかったろうって思うぐらいね、うん、もうちょっとしたところで泣いてまうのよ、ね、でもなんかね、もともと涙腺弱い印象あるよ、うん、もう涙腺に弱い方だと思う、うん、方だと思うけど、ここまでって思うよ、うん、あ、ほんと、あ、うん、ボロ泣きでしたねー、涙腺ね。久しぶり、まあなんかね、まあ面白かったし、うんうんうん、ただどうしてもあのハッピーエンドとまではいかない話だったね。綺麗、まあ、にすっきり全部終わるって話でもなかったから、うんうん、で最初からそれも分かってたから、うん、まあだってこっからね、そうそう、そっからちょっと3年後が本編 で、うん、だから結末とかも分かってたし、うん、ただそれ分かった上でね、やっぱこの人俺好きなんだ、この人の書き方とかね、うんうん、登場人物とかキャラクターの付け方とか、うんうん、もうボロボロ泣きながら読んでたんだけどもね。はあ、なかなか最近はね、うん、あんまりそういう感動するってことも少なくなってきたからさ、なんかさ、あと避けちゃうときない。ああ、確かに。で今ね、うん、またごめん、今すっごいあの推しの子って人気があるって知ってますかね、あのテレビ、アイドルのやつすっごい人気で、うん、すごいですね。敵だから僕もただのアイドルものや思うとって、うん、あ、全然違うのよね、あれね、割なりに転生ものなのね、うんうん、っていうさ、あらすじ、そういう最初のあらすじとか聞かされて、あらやだ面白そうだと思ったわけですよ。そんな話ですよっていう話なので、うんうん、ただどうしてもやっぱ見る気になれないんだよね。それなんで？辛そうなのよ、見て。辛いと思う。なんか私もその推しの子結構やっぱ勧められて周りに、でもその後にさ、すぐさツイッターで炎上してたの知ってる？あー、らしいね、うんうん、なんかあれを見て、うん、ちょっと今の私には見れないかな。僕その炎上のは、まあ一旦そこは置いとくと知ってた、うん、まあ、まあ、話の内容としてね、うん、アイドル扱ってるもので、しかもまあ割とかなりザリアリティを持って絵描いてるらしいから、うん、なおさらちょっとね見るの辛いなと思って、きついよね、うん、私の今の精神では見られないなと思ってね、見たいんだけども見られないっていう状態なのね。さ、アニメとかも、うん、私も今溜めちゃってんだけど、あの鬼滅とかもさ、ところどころきついじゃん。らしいね、うん、あそこ見てもない、うん、僕ちょっとのはよく知らないきついから、うん、
ちょっと今私はその体力ないかもしれないっていうので置いちゃったりとか、うん、なるよねやっぱりね、うん、絶対面白いのは分かっててもこれ見るだけの体力ないなって、ね、そうなの映画とかもさ映画とかもね、うんうん、だそれがいいのはさ小説とかはさ自分でもうちょっときしんどいのきついの、うん、やばいって思ったらパッて割れるじゃん、そうだよ、ね、自分でそこがいいとこだね、うん、自分のペースで読めるからねねえだからそう、うん、それで多分きっと私はいつも本ばっか読んでんだろうなまあいいとは思うけど映像とかもね見ていきたいなとは思うんですけどなかなかねだから最近当たりの映画ねだから見てないですよなだからなんかコメディの93分ぐらいのとか見ちゃうもん、うん、今93分のコメディ1時間半ちょいのさ若いねコメディ長くないよだって映画とかにみんなさ120分超えじゃんあ感動超大作とかタイタニックなんて何分超えだと思ってたあれ長いよなそういえばなんか宮崎駿監督のあのね私のね公開されましたね、うん、あれなんかねほんと前情報全部伏せた状態で、ね、僕もツイッターとか見てああ始まったんだみたいな、うん、あれちょっと見たいわ、ね、ちょっと気にはなるよね、うん、なんかすごいなんか思い入れあって作ったみたいなこと書いてあったから、うん、そうだね誰かが言ってたのがこれは一番斬新な宣伝方法だ、ああなるほどねそうだから思ったんよねその全く宣伝をしないっていうのは、うんああだからスタジオジブリだからできることではあるじゃないですか、まあ、そうそうスタジオジブリだし宮崎駿だからできるっていう大前提だけどね、うん、あそこまで培ってきた築き上げてきたからこそのあの宣伝法ができるんだなぁと思うんだけども、うんまあ、それでもやっぱ気にはなっちゃうよね、うん、全然映像とか見ないからさ、ね、あのポスター1枚いけるじゃないですか、うん、なんかガッチャマみたいな感じのがだけじゃないですか私ハシビロコって思ってましたあれハシビロコなのかな一緒のわかんないなんか鳥をかぶった人、うん、みたいなのがいるだけだから全然わかんねえなと思って、うんまあ、原作ありきで ね、うん、気にはなるんだけどちょっとねもう今期一番ただ1点僕すごいここでねまたなんかねグダグダ言うとしいなと思うんだけど、うんうん、あと8分ぐらいで収めてね、うん、欲しいと思うんだけど、はい、あれが公開されてさ、うん、2、3日後になんか興行収入初日で2億円だか21億円だか超えたみたいなもののけ姫を超えましたみたいな記事を見て鬱陶しいなって思うんですよねなんで興行収入で作品勝たんのって思わないいいじゃないかだってさ初日の話じゃんしかも、うん、ってことはさみんな興味気になるから見に行くわけじゃん、うん、ただ面白かったかどうかそこに反映されてないじゃんまあでもそんなこと言ってオリコンとかもそうじゃない、まあ、そうなんだけども、うん、でもオリコンだったらさやっぱさそのアーティストさんなりの人気があってで宣伝があってさこういう曲ってのある程度分かった上でみんな買ったりするじゃないでも言っちゃえば宮崎駿っていう人そうそうだから宮崎駿の新作であるという10年ぶりってのもあるしだから見に行きたいっていうのもあるんだけどそれって作品そのものの良し悪しではないじゃないですか、まあね、2.4 しかも多分言えないんだろうねみんなね言えないんだろうねそうそうそう、ね、だからネタバレしないようにっていうのをしてる上でだと思うからだからさ難しいよ、ね、1週間1ヶ月後とかにさリピートで見に行く人がどんだけ多かったかの方がさだったらまだわかんのいい、ね、その結果こんだけの売り上げ行きましたなら俺はわかんない、うん、初日こんだけいたってただのそれは宮崎駿人気じゃねえかって思うのね、まあ、作品じゃなくてそんだけ人気があるってね、うん、すごいけどねそれは結構なんだけど、うん、なんかそれでだからなんだ千と千尋超えましたいわゆるどころって思っちゃうのね私それ別に作品として超えてねえだろって宮崎駿がその時より人気があるだけだろって思っちゃったりするんだよねっていうごめんなさいね、はい、鬱陶しい話でねひねくれてますねはいこんな不愉快な話したらどう宣伝してください、でもさあのさ、うん、この前さ、はい、あれ見に行ったのよ東京 MER 言ったっけなんだっけ聞いたような気がするんだけどな言ったね、うん、聞いた気がする先月ね、うん、何の話何の話まあ、まあ、何でもいいんだけど、うん、何でもよくはないんだけど何を言いたいかというと、うん、映画館で2時間こうやってさもうそれだけに集中するって疲れんないやだから昔と違って今ってさもう YouTube とかね、うん、好きなように見られるじゃないだから2時間集中してみるってなかなかできなくなってるよね現代人はまあ、さ今までそんなこと普通にさ、うん、やってきたしさ舞台とかもいっぱい見に行ってきた自負があるじゃん、うん、昔はそれがさ当たり前だったよ、うん、それしかなかったしって話だ、うん、今もう全然ねいつでも停止して見られる時代だからそんな時代にだ見に行くというのはすごいことだと思うよね疲れるよね疲れるけどねだからさあの話す人とかおるんだよなえあそうなの話し始めちゃうのいやもう絶対これ助かんないよとか言うのよてめえって思うときさもうそこでそがれるじゃんそがれるね、うん、ここの男よここのカップルの男がえもう絶対助かんなくないこれとか言うのあ言うんだ、うん
お前病気かみたいな、助からないのはお前だって言ってやった。もう言いたかったよ、助かったしみたいな、しかも最後みたいなネタバレになっちゃうけど、あまあ絶対いいと思う、うん、大丈夫だと思うけど、なんかさ、でも昔って映画館でそういう人いなかったじゃん。なかった、そんな不用意にさ、まあそうだね、わーみたいな、ホラー映画とかでさ、まあ、キャーみたいな、まあ、リアクションはね、あるだろうけど、うん、とかなね、はーって泣く人とかいたけど、助かんないやんみたいなこと言ってる。そのうちだからあれじゃない、もう映画見に行ったら分析し始める人とか出てくるんじゃない、ここでこういう展開でこういう伏線があるからここでこういう結果になるんじゃないかって言い始める人もいる。もう後ろからドンキで殴るわないやー、そんなそういう時代になってくるじゃないですか。できん、みんな予想し合うように見てみるような。いやでもそうコナンとか見始める、誰が犯人かみんなで当て始める、こいつ絶対こいつ、あいこいつだと思う人みたいな始めるんじゃない。大体でもコナンは黒の組織やろ、映画は違うんじゃない、なんか黒の組織暗躍しつつ犯人、なんか事件が起きたら大体爆発させる、ね、犯人は別人じゃない、知らんけど、分かんないけど見たことない、もうなんだかんだ見てないんだよ、ね、でもすごいですよね、このコナンの人気はすごいですね、人気はね、もう日本を代表する、なんなんだろうね、なんてだってみんな毎回毎回ビル爆破されるの見に行くわけでしょ、みんなであーんって言ってラーンって言って、ラン姉ちゃんがピン、ラン姉ちゃんじゃないのが、どっちだ、コナン君がピンチになってラン姉ちゃんが助けに行くのか、いやランちゃんがピンチになるんじゃない、でコナン君なんだけどもう新一バージョンになってて、ラーンって叫ぶでしょ、うん、それがだからもうだから予定調和なんで、それが見たい、もう歌舞伎みたいなもんよね、そんな感じなんですよね、うん、このそれが見たいから行くみたいな、うん、それを年に1回吸収、うん、吸収しないと生きていけないってことなんだよねきっとね、多分ね、推理とか多分どうでもいいんだよ、まあ、それはいいんですよね、うん、水戸黄門みたいなもんじゃない、そうなんだ、インドバーンみたいなね、はいはい、もうこの人犯人だと分かってる、うん、それはもういいやって感じなんです、ね、その後来たーってなるそうだからいいね、なる、うん、それが楽しいんだ、ね、だから来たーとかさ、うん、わーとかならいいじゃん、いいね、それがだからあの何分後にランスかあいつさみたいなのを言い出されるともう、でもいるんだね、結構ね、うん、その人だけじゃなくてね、うん、なんかなんでそんな喋るみたいな人多かったのよ、久々に映画館行ったら、それはやっぱ2時間耐えられないってことなんだろうなって思う、だから最初は別にみんな言わないのよ、おうおうおう、何にもみんなポップコーンバリバリ食ってるだけだポップコーンもまあいいやなんだけど、うん、だんだんなんかさあやばくないとかさ、どっちなんだろうねそれって、だから集中面白くなりすぎて喋り始めちゃうのか、飽き始めて喋り始めちゃうのか、わかんないけどね、まあでも多分あの映画もさ、東京 MER っていう、まあ要はドラマの映画版だから、うん、いわゆる映画好きな人とかというよりかはさ、うん、ちょっとテレビドラマが好きなね、なんだろう、割と普段映画館に来ないような人たちも来てる多分映画だとは思うけども、なるほどね、けども、まあ、ドラマ感覚できっと見られるんだろうね、うん、映画ってやっぱりなんかこう昔の映画ってさ、真っ暗の中からさこう入った、うん、やっぱり一コマ目というか一応目がけドカンとくるじゃない、やっぱさもう暗くなった瞬間からこっちはさ、うん、おっていうモードに入るわけ、入るわけじゃない、今多分そういう作り方しないんじゃない、んなんかないんだろうね、もっと気楽に見てきて見に来てくださいって感じじゃない、そうなんだろうね、でも映画泥棒とかね、あそう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 映画泥棒あれまず見ちゃうもんね、ね、あいや、やるやるあの動きみたいな、うん、ね、気つうかさそうそう、そこでまずさちょっとだからもう違うんだろうね、見せ方としてさ違うんだろうね、ね、昔とね、うんうん、ちょっと告知します ね、はい、告知してください、告知しますねとか言って急に、あでもあれなんですよね、うん、天海さんツイッターやめるの、あうん、まあそれ告知ってことでもないけどあの、うん、言っていい、何を、私これだけ持って、うん、書いてない、書いてなかったせっかく今オーナーがカメラを変えようとしてくれてたのに、ごめんなさいごめんなさい、すいません、全然意味なかった、やっぱ自分でびっくりした、あれびっくりだね、なんかね開けててめくってて、あめくるまでちょっと天海に話してもらおうとか思いながら私書いた、書いてなくないとしょうがないよな、はい、まあ、口頭で言うしかないので、はい、はい、ね、でもね、もう一番近いのは今月に限って覚えてないだよね、私8月のじゃあもうホームページを見てください、8月の23日に多分ライブがあります、1ヶ月先、今月はもうない、あ今月はねないんです、もうないんだ、もう終わっちゃったんです、8月の頭の方もない、23日にそうですか、多分ライブがあるのと、でもちょっとねまだ、じゃあ一応じゃあ次の番組でも間に合うんだね、で29日に、東新宿のラブ東京っていうところで、こっちは確実に弾き方をします
で9月の27日に幡ヶ谷の36度5分というところで、はい、まあ、こちらも確実に弾き語りをします、はい、で11月の1日に、はい、まあ、大塚のウェルカムバックでこちらも確実に弾き語りをします、はい、ただちょっと8月の23日だけがちょっとどうなんだろうなっていう、一番近いのに分かんない、そう一番近いのにちょっとなんかあの分かんないっていう状態です。ああ、はい、すいません。あ、分かんないっていうのは、セットリストとかも決まってない、ね、詳細が何も出ていないそうなんですね。まあ言うてでもまだ1ヶ月先だから、逆にそんな3ヶ月先で決まってるのもすごいよね。はい、私今1月まで決まってるんで、すげえなすごいね、半年以上先まで決まってるもんなんですね。そうそう、ありがたいですけどね。いや、売れっ子じゃないですか。いやいやいや、いや素晴らしいですね。まあね、本数やんないだけなんですけどね。まあまあ、でもライブね、だん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 、はい、あの増えてきたというか、ね、できるようになってよかったよね。はい、はい、天海さんは、僕の方はもう全然告知することもございませんで、まあ、さっき言った、ね、まあ、ちらっとミカチが言ったけどね、まあこれ告知でもなんでもないね、うん、ただのご報告で、僕6年間、7年間かな、ツイッター続けてきたんですけども、うん、まあ、結構だいぶ実は前々からねやめようかなってのあったんです、いろんな事情もあって、まあ今月いっぱいでツイッターを私もやめることにしまして、うん、なので今これをご覧になってる方で僕フォローしてくださる方どれぐらいいらっしゃるかちょっとわからないんですけども、まあね、フォローしてくださった方とかいいねくださった方本当にありがとうございました。めちゃくちゃ嬉しかったです。でもいろいろありまして今月いっぱいでツイッターは私廃業いたしますので、これからアマミンの、うん、なんだろう、出演情報だったりっていうのは何で見ればいいの、もしあったとしたら多分 YouTube の方にあげるか、ね、もうここで言うかじゃないかなと思います、うん、なと思いますので、なんで、はい、常に YouTube を見ていただくなんかね、うん、まあそうそうそういう出演情報とかもないかなとは思うんですけど、いやいやいや、ね、僕の場合は、うん、っていうことなので、まあ一応ご報告だけねさせていただきました。どうもありがとうございました。まあなんかあれば私が、ね、はい、うん、代わりにつぶやこう。ああ、それでお願いします。うん、天海なんかどっか出るらしいよ。はいはいはい、ね、それでもいいですね、はい、という感じでね、はい、まあでも YouTube はね、まあ、YouTube はもうしばらく続けようかなと思ってますので、はい、そちらの方とかね、はい、うん、まあ、こっちも、うん、分からないですけどどうなるかは、うん、まあなんだかんだ、まあ、そんな感じでございます、ね、やっていけたらいいなという、はい、とこですね、はい、うん、はい、はい、つうわけでね、まあ7月ももう半分来ましたけど、はい、早いですね、夏だね、うん、とにかくまあこの夏いの ね、 暑いね体調にだけは本当に気をつけて、これから暑くなってくるからね。いや私さ、もうずっとさ夜さ寝るとき、うん、冷房ってつけなかったの、はい、去年まで、はい、本当につけなかったの、はい、今年無理よ、無理だな、つけてる、ああ、喉壊すか命壊すかどっちがいいって言ったら喉壊すと思ってなるほど、もう自分の命を守る私はっつって、いやでも確かにこの暑さつらいよね、つらいよね、うん、僕もだからそういう同じなんですよ、寝るときは冷房を切る人、寝る前に切る人なんで、一回やっぱりあまりにもしんどかったからつけたまんま、まあ一番弱い状態にして、私さ起きちゃわない、ね、この話始めるとまたちょっとずれるんだけど、僕ね今睡眠短いんですよ本当に、諸事情ございまして、連続で多分3時間ぐらいがせいぜいなんじゃないかなって思ったら、もう起きるのは当然みたいな、もうジジイなんですねなので暑さで起きるがあんまないんですよ、どの道3時間ぐらいで起きちゃう人だから、そこの寝苦しさで起きるがあんまないんだけど、ただやっぱりそれでも寝にくいのは確かじゃないですか、だから一回つけて寝たんだけど、そしたら起きた時かなり体調悪くなっちゃって、やっぱり、あ、まあそうだよね、ああ私はダメだとどんなに弱くしても冷房ダメだってなったので諦めましたけども、うん、ださ私もう今もう暑くて寝れんから、うん、つけて寝るんだけど、うん、寒っていって起きんのそれもまあでもまあでも着込めばなんとかなるか、それはでもなんだろう、うん、なんかその外気のなんか感じ、はいはいはい、でも全然着てんだけどさダメで、で一回消すじゃん、うん、で寝るじゃん、うん、起きるじゃん、うん、つけるじゃん、うん、寝るじゃん起きるじゃんつけるじゃんっていう永遠に繰り返しそろそろ疲れてきたなっていうところですねナブ疲れ取るためなのに ね、 ね、でしかもさ空調つけたまま寝るとさ喉乾くじゃない、あ、まあ、口乾くから 風当たらないようにすればいけんじゃない、ダメなのかな、あれマジ乾いちゃう、あ、そう、うん、多分慣れてないからなのかな、なのかな、うん、喉乾くはなかったんだけどね、で喉乾くもんだから水飲むじゃん、水飲むからトイレ来てくんないじゃん
何これみたいな。もう無理だな、諦めるしかないよ。もう今年の夏は、うん、もうだからあれだ、今年夏いっぱいどっかホテルで暮らせば、あのでもその方がいいかもしれない。空調を管理してもらってるところに過ごした方がいいかもしれない。やっぱさ、うちとかさ、もう日当たりアホほど良い、エアコン古い一軒家あるあるだからなるほど、だからもう諦めて、うん、でもさ、エアコンもドライとかない？ドライ、うん、ドライはでも、あ、ないんだ。ないのよ、あ古いから。なるほど、それは確かに冷房は暖房みたいな、辛いとこがあるかもしれない。デッドアライブみたいな感じあの、恐怖はね、一応なんか今日中あぐらいは選べるんだ。あの、わかんないですね、変わんない気がする、ね。まあ、来年あたりは変えた方がいいかもしれないね。いや、本当ね、思います。ちょっと、はい、もうそろそろ本当に命にかかるかもしれない。そうですね、うん、はい、はい、というわけでね、1時間お付き合いありがとうございました。ありがとうございました。本日のミカと、はい、天海のガクヤラでした。また来月。来月夕方来たいですね。夕方来ますか。夕方来ましょう。ありがとうございました。ありがとう。